アイザック・スターンはユダヤ系のバイオリニスト。アイザック・スターンはウクライナ5名、イサーク・ソロモノビチ・シュテルンとして、当時ポーランド領だったクレメネツに生まれるが、1歳2ヶ月の時に家族に連れられ、サンフランシスコに移住する。母親から音楽の早期教育を受け、早くも1928年でサンフランシスコ音楽院に入学、バイオリンをナフム・ブリンダーに学ぶ。 1936年2月18日に、サン・サーンスのバイオリン競争曲第3番を、モンツ式のサンフランシスコ交響楽団と共演。翌37年には、ニューヨークのカーネギーホールでリサイタルを開催し、デビューを果たす。初演後、初演者と作曲者の恋愛関係から演奏される、ことのなかった、バルトークのバイオリン競争曲第1番を初演者の依頼によって再演奏し、 世界に知らせた。戦後間もない時期から、1953年、61年、65年、68年、71年と、たびたび、日本を訪れる。小沢誠二などの日本人演奏家と信仰を持っていた。1979年に、中国政府に招かれ、演奏旅行の傍ら、中国各地で、バイオリンの指導を行う。その模様はフィルムに収録され、 モータクトからモーツァルトへと題されたドキュメンタリーは、翌年のアカデミー賞ベストドキュメンタリー部門で、オスカーに輝いた。新進演奏家の擁護者でもあり、中でもイツアーク・パールマン、ピンカ・スズーカーマン、シュロモ・ミンツ、ヨーヨーマ、ジャン・ワンは、スターンの秘蔵っ子たちで、しばしば共演を重ねてきた。1960年には、カーネギー・ホールが解体の危機に見舞われた際、 救済活動に立ち上がった。そのため、現在、カーネギーホールのメインオーディトリアムは、スターンの名が付けられている。またユダヤ人として、イスラエルに強い共感を示し、ユダヤ人を題材にしたミュージカル映画、屋根の上のバイオリン弾きでは、劇友のバイオリンソロを担当している。ユダヤ人として、イスラエルに強い共感を示し続けたが、晩年、中東和平を推進した。 イスラエルのバラック政権を支持したことや戦後長く訪れなかったドイツを訪れドイツ人との和解に努めたことも注目される。特にスターンがバラック政権を支持したことはアメリカのユダヤ人社会に波紋を広げたと言われる。1996年より始まる宮崎国際音楽祭では初代音楽監督に就任しており2002年には 宮崎県より県民栄誉賞を依存された。また、同年、音楽祭での功労を称えて、宮崎県立芸術劇場のコンサートホールは、アイザックスターンホールと解消された。2000年には80歳で来日し、日本で来日記念アルバムも発売された。1997年、訓三島旭日中受賞受賞。2001年9月22日、 その11日前に発生したアメリカ同時多発テロ事件で全米が騒然とする中、その過中にあったニューヨークで心不全のため亡くなった。81歳没。20世紀最高のバイオリニストと呼ばれたバイオリニストの一人。スターンは古典的な数々の競争曲の演奏、録音で有名である。それに加えてアルバンベルクやバルト・クベーラ、イーゴリスト・ラビンスキー。 サミュエル・バーバー、レナード・バーンスタイン、アンリ・デュティ・ューなどの20世紀の競争曲も演奏、録音した。室内楽でも、アレクサンダー・ザー・キンと、デュオ、ユージン・ニスト・ミン、レナード・ローズと組んで、ピアノトリオの演奏や録音を行った。さらに、1992年には、エマニュエル・アックス、ハイメラ・レード、ヨー,ヨーマと共演した、ブラームスの室内楽の CD が、 同年のグラミー賞に輝いている。ありがとうございます。